の会社紹介からお願いします。はい、よろしくお願いします。サンドレットという会社をやっております、とどめです。で、サンドレットという会社はですね、去年、2019年の7月から、新産業競争スタジオという活動をスタートしておりまして、新産業を100個作るということをテーマに、産業づくりのアクセラレーターというふうな、まぁ、ちょっと新たな、チャレンジなんですけども、そういった位置づけで業務をやっています。で、産業づくりのアクセラレーターといっても何のことかよくわからないと思うんですけれども、具体的にいきますと、まあもう本当にこれからの新規事業ってこう一社で作れない時代だというふうに思っていまして、いろんな会社や自治体、まあそれだけでなく、まあお医者さんや教育関係者ですとか、官庁の方ですとか、いろんな方がこう集まって、まあ実現すべき未来のイメージを、徐々にこう解像度を上げるため の対話を行いながら、で、そこから具体的なそのエコシステムの絵を作っていって、で、各社がどんな役割をするのか、どこにその事業の機会があったり、投資の機会があるのかっていうのを明確にしていきながら、サンドレット自身も新しい事業に投資を行っていったり、既存のその会社様の新規事業を、成長をご支援させていただいたり、あるいは全く新しい事業をゼロから立ち上げたり、で、そこに対して、起業家の方を集めたりですとか、新たな投資を呼んできたりですとか、まあ、そんなことをやっております。で、もともとこれを始めたきっかけというのが、私もともとパソコンのレノボという会社の日本の社長をやっておりまして、まあ日本の社長をやる前には実はアメリカのグローバル本社の方でですね、M&A ですとか、M&A した会社の統合の仕事をやってたんですけども、まあご存知の通りレノボはパソコンの業界では、ゲームのその PC の事業を引き継いでからスタートしているんですけども、まあいろいろ買収を繰り返したりとかしまして、で、世界一になりまして、日本でも NEC の PC の事業や富士通の PC の事業を買収して統合して、シェアがトップになりました。パソコンに関してはもう、そういう意味で成長しすぎてしまったこともありまして、で、パソコンという事業自体があんまりもう伸びなくなっていたので、私自身も新規事業にどちらかというとフォーカスをして、当時はだからタブレットですとか VR のシステムなんかをやり始めたんですね。で、例えばタブレットってものすごくこうシンプルな商品で、価格も安いですし、機能も限られてますし、簡単な商品なんですけど、ただこれ売るのがものすごく難しいんですね。で、タブレットっていうのはデジタルトランスフォーメーションそのものですので、何かしらこうサプライチェーンが大きく変わっていったりですとか、ビジネスモデルが変わっていったり、何かこう、関係性が変わっていくところに、その途中に、プロセスの途中にそのタブレットの置き場所っていうのが出てくるので、でそういう意味では、まあ、そのままもう買う人が決まっているとか、用途が決まっているような商品ではなくて、まさにデジタルトランスフォーメーションを一社ではなくて複数社で仕掛けていって初めて使い道が出てくるような商品なので、単純ではないんですよね。なので、当時もそのパソコンのビジネスとも全然違うなと。で、これまで持っていたようなその流通経路ですとか、あるいはその営業のやり方とかではもう全然立ち位置がいかないので、自分自身もその当時から外に出て行って、で、いろんなこう人たちとつながりを作りながら、そのデジタルトランスフォーメーションの仕掛け作りをやって、で、タブレットのその販売になりました。まあ、その時の経験からこれが来てるんですけど、まあ、当時の、例えば、タブレットの話でいきますと、鎌倉の由比ヶ浜でですね、海の家を3年ぐらいスポンサーやりまして、で、そこにその飲食の事業体の方ですとか、IT の方ですとか、スタートアップの方とか、集めて、で、その、まあ、特にその飲食業界のですね、食事家のご支援だとか、あるいはその店舗のオペレーションですとか、在庫のオペレーションだとかっていうのを、海の家の場を使いながらですね、その仕組みを組み上げていったりっていうのをやっていたんですね。で、その時、まあ、本当にこう、まあ、いろんな人たちが集まってくださって、で、知恵を出し合って、で、面白がれる人たちばっかり集まってくるもんですから、ものすごいパワーを感じまして、で、まあ、いいソリューションが出来上がって、その後、そのタブレットも含めた、そのソリューションの販売につながっていったわけなんですけど、そのイメージを今持っております。で、今は別にその特定の商品を持って何かをやってるってわけではないんですけれども、まあ世の中にある新しい目的というのに対して、まあ関係する人たちっていうのを集めながら、プロジェクト化をしていって、で、最終的にはエコシステムを作っていって、事業を作り出す、あるいは投資をしていくっていうことをやっております。
で、実は去年の7月からスタートして1年と数ヶ月なんですけれども、今現在もう12個の新産業競争プロジェクトっていうのがスタートしています。新産業競争プロジェクトっていうのも多岐にわたっておりまして、で、最初はですね、ヘルスケア領域のプロジェクト、これ私たちの中ではユビキタスヘルスケア産業と呼んでるんですけども、デジタル聴診器、トリガーにしました遠隔診療のビジネスモデル作りからスタートしていって、でそこから、医療の、特にその現場のその診療プロセスのデジタルトランスフォーメーションを仕掛けていくような産業モデルっていうのをやっております。それが一つですね。で、もう一つは陸上養殖という成長領域の産業があるんですけれども、ここの産業づくりをやっていくようなフィッシュファーム産業というプロジェクト、最初はこの2つのプロジェクトからスタートしていたんですけれども、今はその後も案件の持ち込みや公募があったり、で、イベントでのその問い合わせなんかも含めて、で、今は12個のプロジェクトがスタートしているような状況です。なるほど、ありがとうございます。次に今後のビジネス展開についてのお話をお聞かせいただければと思います。はい。今後のビジネス展開なんですけども、私たち100個の新しい産業を作るというふうに、これを目標のテーマを設定してやっておりますので、今まだ12個しかテーマがないのでですね、これを100個にするために、まさに仕組みを強化していって、拡張していくということをやっていきたいなと思っています。私たちのプロジェクトはですね、特に我々がインタープレナーと呼んでいる人たちがいるんですけども、この人たちが変革をして、で、自らそのプロジェクトを進めていくということで運営がされています。で、インタープレナーという人なんですけども、これ、イントレプレナーとかアントレプレナーとかっていう人たちももちろん含まれるんですが、実はそれ以外にも、例えば会社の中でも、あなた新規事業をやりなさいと言われてない人でも、実は新しい目的に対して動き出そうとしている人ってたくさんいらっしゃるんですね。で、かつ、冒頭もお話ししましたように、産業界だけではなくて、医療の中にもいたりですとか、教育の中にもいたりだとか、自治体にもいたりとかするわけです。で、これまでって、この人たちってアイデアソンだとか、何かイベントがあると出てきて、活発にその意見交換をしたり、アイデアを出したりとかってやっていたんですが、これまでは残念ながら、いいアイデアそこで出したとしても、楽しかったねっていうんで、今日はお酒が美味しいなって言って、それで終わってしまったんですが、その後に、しっかりプロジェクト化をしていって、その目的を実現するために、エコシステム作りをやって、本当にその事業を作ってしまうというのが、私たちがやっているところです。ですので、いろんな例えばヘルスケアもそうですし、セルフディベロップメント、自己開発の領域もそうですし、養殖だったり、フードだったり、あるいはハピネスっていうテーマだったり、いろんなそのテーマのその新産業のプロジェクトをやっているんですけども、ここに少しでもその関心がある人っていうのが、最初は軽い気持ちで会話のところから入っていただいて、徐々になんとなくこういうテーマに対してこういう目的で具体的なエコシステムを作ったらできるんじゃないかだとか、事業の機会が生まれてくるんじゃないかって、だんだん具体的な対話になってきますと、やりたくなってきてしまうわけですよね。で、そういう人たちが参加をしながら、一つ一つのプロジェクトっていうのをやっているんですけども、今はまだまだその12個のプロジェクトしかやれておりませんので、これを100個にしていくには、より多くのそういった潜在的に世の中に存在しているインタープレーナーと呼ばれている人たちを炙り出してこないといけないわけですね。で、その人たちが対話をスタートしていって、で、具体的なエコシステムのイメージを固めていって、実際のプロジェクトを進めていくっていう形のサイクルを作りたいと思っておりまして、そのためにも今のコミュニティ作りの強化をスタートしたところです。具体的にはですね、これまでは半年に1回ぐらい少し大きめのイベントをやって、私たち新産業競争プロジェクトの中間発表っていうのをやっているんですけれども、これだけではなく、具体的にそこに集まってくださる方を中心に、インタープレナーコミュニティというのをスタートしておりまして、もともと日本ではワンジャパンという大企業さんの若手の有志の集まりがあったりとかするんですけど、ワンジャパンの創業メンバーの方に、私たちのコミュニティのリーダーになっていただいたり、DMM.make のコミュニティマネージャーやられた方に、コミュニティマネージャーに就任していただいたりとかしまして、で、今コミュニティ作り、コミュニティの活性化っていうのを図っているところです。
もうすでに、まあ、インタープレーナーコミュニティの活動を具体的にスタートしておりまして、その中でも新しい時代の新しい産業に対するアイデアが少しずつ生まれてきておりましたり、で、具体的な既存のそのプロジェクトに参画してくださる方がいらっしゃったり、あるいはその新しいアイデアに対して、テーマ作りのディスカッションっていうのが活性化してきているところです。私たちが目指しているのは、こういった世の中にアイデアを持っている人たちが、具体的にそれをエコシステム作り、あるいはそのプロジェクト作りに進めていくことでありましたり、一社でできないような、実はもうこれ、最初のタブレットの話もそうなんですけども、インターネットでこう全てが繋がってしまって、かつ IoT という中でも本当にリアルの世界とオンラインの世界も繋がっている中で、もう新規事業ってこう一人で作れない、まあ一社で作れないんですよね。で、かつ、ただまあ面白いことにはこれが繋がっていくことによって、新しいデータ基盤の上に、まあ AI が乗って、で、かつセンシングも増えていって、で、まあ本当にこれまでになかったような新しい産業モデルっていうのが、もう本当にフレキシブルに作れるようになってきておりますので、人の関心がこう物の領域からどんどんこう新進的な領域にも進んできていますし、まあ新進的な領域っていうのは本当に無形のサービスですので、データ基盤が出来上がって、その相関が明らかになって、あるいは因果関係が明らかになって、初めて高度なサービスっていうのができるようになってきますし、まさにこれ一社じゃやりきれないことですので、これまでにできなかった課題解決がよりできるようになっている。で、かつ、複数社が集まって、あるいは、会社という法人っていうよりも、もう個人がですね、やっぱり生き生きとアイデアを出し合って、プロジェクトを作っていって、進めていくっていうやり方の方が、ふさわしいかなというふうに思っておりますので、これからもこの活動を、まあもちろんその日本だけではなく、グローバルにも広げていって、まあ100個どころか、将来的には1000個、1万個の産業が生まれてくるような、プラットフォームを作っていければなというふうに思っています。これから新しい事業を起こしていく人たち、起業を考えている、まあ、イノベーションを起こしていきたいっていう人たちに向けて、何か一言、いただければなと思います。はい。イノベーションやその起業に関してなんですけど、やっぱりこう、一人でできない世界になってるかなと思っていますので、ぜひオープンにフラットに、いろんな人との対話っていうのを始めていく。で、そこからそのアイデアをより解像度を上げていって、で、エコシステムの中で、つながっている一つの世界の中で自分たちが何をやるのか、どんなそのフューチャーマーケットに対して、どんなフューチャープロダクトを作っていくのか、そのエコシステムの中で考えられるような全体像を持って、かつ具体のその解像度を上げていくような、そんなそのものの見方をしていただきたいなというふうに思います。